油見長男、油見長男、油見長男。こんにちは、油見長男です。ちょっとね、今ね、礼服を探しに離れに来てるんですが、久しぶりにね、じゃん、革ジャンショットのね、618ね、ダブルライダースをね、久しぶりに引っ張り出してみました。私、ダイエット今しておりましてね、約60日経つんですが、この、42サイズのね、ショット、もう私ね、ピーク時95キロまで太りましてね、もう前のジッパーが上がらないぐらいに太っちゃいましたんでね、それからダイエットというか、自然に80キロ台まで痩せて、で今ね、1ヶ月頑張って体重5キロ落としましてね、79キロぐらいになってますんでね、これがね、どれぐらい楽に切れるようになったかね、やってみたいと思います。83、4キロの時でもね、切れるんですけど、ジッパーがね、結構腹回りがね、きついかなという。あ、ちょっとね、なんかでも肩回りっていうか、そうですね、以前よりもなんか楽になってますね。いいですね、本物ショット618ね。ワンスターも618も知らない時代に買ったんですけど、これ私がね、以前お話しましたけれども、19歳の時に買いましたからね、なんともう40年前ですよじゃあね、シーベって言いましょう。あ、楽々届きますね。一番太ってる時ってこれがね、こんなんだったんですよ。で、腹引っ込めて届いてたんですけど、今腹出てる状態でもね、こんな感じね。あ、いいっすね。あ、ピチピチ感がゼロですね。もちろんタイトですよ。タイトで着るね、ジャケットだからタイトなんだけど、 T シャツ1枚だけだったら全然平気ですね。やった。これは3つ目かね、ちょうど真ん中に腹引っ込めなくても入りますね。いい感じ。今持ってるね、これ42なんですけど、46サイズのね、ダブルオリジナルのね、大阪の業者さんのオリジナルのジャンパーなんですけど、46サイズだとこれがね、4つ目5つ目もうギューッと絞らないとね、胴回りがね、広すぎるんですね。はい、全然窮屈感ないですね。タイトで、もともとこういうサイズ感で着るジャケットだとは思うんでね。いいですね。これだったらもう着て出ても恥ずかしくないぐらいの体型にはなりましたかね。革ジャンに体型を合わせるね。グッ。いいですね。本物ですよ、本物。もうそうですね、あと5キロ痩せたら着よう。5キロもいかないか、あと3キロ痩せたらこれをね、またバリバリ着たいと思います。というのも、下にね、やっぱり T シャツ1枚で着るには、ね、寒いんですよね。冬はね。よしね、本物ですよ、本物。あ、電話がかかってきました。それではまた、油見長男でした。